子宮頸がんを防ぐ効果のあるワクチンについて、無料で受けることができるキャッチアップ接種の期限が迫っており、広島大学が接種の検討を呼びかけました。広島大学は学生165人を対象に実施したアンケートの結果を公表しました。子宮頸がんを防ぐワクチンのキャッチアップ接種は、接種の機会を逃した1997年度から2007年度生まれの女性が対象で、料金は無料。期限は来年3月末までですが、アンケートの結果によると 72% の学生が期限を知らないと回答しました。また厚生労働省によると、県内の接種率は 7.5% にとどまっています。この子宮頸がんワクチンの場合は、近い将来じゃなくてちょっと遠い将来なので、現実感を持って予防しようというふうな動機づけがどうしても少なくなるというふうな問題があるのかなというふうに思っています。はい、この子宮頸がんを防ぐ効果のあるワクチンのキャッチアップ接種、無料で受けられるのはこの来年の3月までということになっています。で、これスケジュール、一般的なもので見ていきますと、だいたい1回目から2回目は1ヶ月以上、2回目から3回目は3ヶ月以上の間隔を空ける必要があるんですね。それから逆算して考えると、この今年の9月、2024年の9月までに1回目を打つようにと、早期の接種を広島大学は呼びかけています。